これで負けたら男とした味レディーゴー。ずっと話したいなと思ってて、めっちゃ元気しました。飯だね。すげえ。でもね、夜も楽しもうね。乾杯。乾杯。乾杯。ありがとう。ありがとう。お箸取るってこと？うん、いいよ。パンに合わせるやつなくない？はい。ありがとうございます。結構食うな。え、結構食うね。いや、食うよ。全然体動かすの？結構体、いや、筋トレしてる。あ、してる。俺もしてるよ。でもしてそう。してる。ジム。してる。してる、してる。ジム。ジム行ってる。ジムも行ってるし、家にもある。家にもある。すごい。いや、でもそんな家は本格的なやつじゃないけど。一人暮らしでジム。なんだろうね。あ、やめとくか。なんだ。あ、花ちゃん、いいよ。見つけるの早い。今ピロンピロンってなったから。いつあった？いきます。8人の中で男女2人だけが行ける特別な通所タイムをご用意しました。どの2人が行くかは男性陣による腕相撲で決めます。いやー、いやー、マジで？めっちゃ筋トレだ。え、マジで？それでいいの？それやばくない？まずは別のペアの男子と対戦し、勝ち抜いた2人がさらに対戦、最終的に勝った1名が通所に行きたい女性を決めてください。それ大丈夫？腕相撲。え、その俺よ。腕相撲だって。でも俺は嵐じゃないってことでしょ。そう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 。逆にどっちがいいですか？え、わー、やっぱ弱い方から。いやいやいや、弱い方から。だって怖いっすもん、普通に。誰が強いんだろう。いや、こんなにでしょ。これはさすがに白細いやもん、俺。はい。いきます。レディーゴー。いい勝負やった。いい勝負やったけどね。一回耐えてか。うわ、マジかよ。第2戦。第2戦。あ、そっかな。勝てない、勝てない。トーマビビってるんじゃん。あ、でも確かに手分厚い。レディーゴー。え、やる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 。バカって、マジでやった。やった。いや、いける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 。ナイス。頑張れ頑張れ。おー、見ろー。もうやろ、やろやろやろ、今やろ、今やろ。早い早い早い。めちゃめちゃいい勝負。やばー。今はエグい。すごいすごい。え、京都そんな強い？でも上でもやったことないもんね。確かに、ないね。行く？行けんの？どっちがいい？え、左でいいよ。右疲れてるでしょ。言い訳されても嫌だし。
そう、やばそう。でも手でかいな、手でかくなった。いつからでもマジ初めてじゃねえ、あの。これで負けたら本当男として恥。だマジかよ。いきます、怖いな。レディーゴー。強いこれ。強肘外れんだけど。すごい。すごい。あれ勝てないわ。びっくりした。じゃあいいっすか。ほのかちゃんで。あ、私ですか。お願いします。正直びっくりしました。え、私って思ったんですけど。え、でも嬉しかったです。なんかまだ喋ったこともなかったから2人で、いい機会だなと思って。すごい。え、待って、なに、花火じゃない。え、花火できんの。花火できるの。これめっちゃいいね。最高。これ強。どれからいく。え、この辺から。これだよね、やっぱりね、うん、これはまずちょっとやってみよう。うわ、もう今年初めての花火。え、私も今年初。いきます。はい、うん、つけるとこ。はい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 。あ、きれい。ちょっともらいます。はい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 。やばい。うわー、すごい。やばい。きれい。きれいだね。めっちゃきれい。最高やね。めっちゃいい。花火の匂い好きなのよ。わかる。え、花火の匂いとかある。匂いあるよ、火薬の。いいね。すごい。最高だね。すごい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 。わあ、すごい。やばい。綺麗。綺麗だね。大きい花火やろう。やっちゃおう。わ、これ。いや、ちょっと怖いよね、大きい花火って。任せて。ドラゴン。おお、危ない。はいはい。もう、わ、綺麗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 。なんか優しかったですね。いろいろ一緒にいて楽しかったです。クールな印象と、まあ、みんなのこと引っ張っていきそうな感じだなって思ったんですけど、子供っぽい一面とかもなんか可愛いなって、よかったなって思いました。線香花火しない。そうや。負けたことない。私もない。勝負やね。じゃあ勝負だね。勝負ね。じゃあ俺が、うん、俺が勝ったら言うのよ。気になる人。そう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 。うん。で、俺が最悪負けた場合なんか、なんで誘ってくれたの。あ、いいよ、聞きたい。オッケー。それからなんかフライングなしね、同時につけて、うん、せーので。遅いとかずるいからね。うん、いくよ。もう先つけて。なんでだめ。なんかずるい、せーのじゃないとダメ。もうずるい。せーの。あ、来た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 。もうちょっともうちょっと。え、これでもさ、上の方を持っておかないと結構危ないのよね。うん、そう、そういうこと。え、頑張れ頑張れ。それなし、それなし。それはなし。あー、やったー。あ、待って、もう落ちた。だるー、それだるー。でもちょっと言わして。なに。そのね、リベンジのためにね、これ2本あんねん。え、これそんなのあり。それなしか。あり。じゃあさ、これ言った上でやらして。うん。それはもう、うん、あれなんだっけ、罰ゲームなんだっけ。罰ゲームは、なんで誘ってくれたのかを、うん、聞く。なんで誘ったかは、あのね、うん、まず顔が一番タイプでした。あ、本当に、うん、ありがとうございます。で、喋ってみたいってなったんだけど、さっき一緒にいた時も、うん、で、やっぱ京太郎となんかね、友達すぎてちょっと自分が引いちゃった。で、誘えなかったね。うん、だから今、誘いに来ました。以上。はい、で、ここで俺が勝つのがすごいベスト、一番気持ちいいやつ。お願い、俺に勝たして。もう一回勝つわ。もう一回勝つわ。俺さっきもうコツ分かった。もう落ちそうなんやけど。やばい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 。あー、落ちそうな気がする。やったなんでやねん。ねえ、弱すぎない。本当に強い。今のは絶対俺が勝つべきだった。弱すぎだ。だよ。なんかもう負けたけど、なんかちょっと
気になる人聞きたいかなって。ちょっと ずるいかもしれないけど。気になる人っていうか、気になる人っていうか、もう第一印象の時からいいなって思ってる人がいて、今のところはトーマくん。確かに気になる。いいと思います気になるかな。はい。ですよね、うん、ですです。そうだよね。そう、トーマくんかっこいいな。トーマくんかなって感じかな。なんやろ、特別な場所気になる。めっちゃ気になる。なんかだって外出ちゃったもんね。いいな。逆にこの場でさ、ツーショット行きたいって子いる？お今、うん、行きたいかも、うん、どうぞ。あ、いいですか。じゃあ、あ、あ、はい、あ、拍手。じゃあちょっと行ってきます。行ってきらっしゃい。はい、いける。確かに、確かに。え、あったかい。めっちゃちょうどいいかも。めっちゃ冷たいと思ってたから、なんかあったかくて嬉しいなんかめっちゃちょうどいい感じだった。ね、ちょうどいい。なんで、なんで誘ってくれたの。その何、一番最初人気になっとったっていうのがさくらちゃんで、うんうん、嬉しい。そう、それで普通にずっと話したいなと思っちゃって。嬉しい。ありがとう。嬉しい。なんかでもさくらもさ、さっき気になるみたいな言ったじゃん。一番初めに気になって、ずっと気になってたのはトーマくん。だからちょっとさっき誘われた時ちょっとめっちゃ嬉しかった。こっちのセリフですよ。昼までってさ、髪の毛さ、下ろしとった時ストレートやったやんな。ストレートやった。やんな、うん、何が好きか。なんかちょっとポニーテールにして巻いた、うん、でも似合ってる。どっちの方が。難しい、それだってさ、うん、だどっちも似合っとったらどうしたらいい。それは、うん、困る困る、うん、でもさ、服装によってさ、うん、やっぱ似合う髪型も変わるやん。あれあれ、うん、やからさ、どっちもいいってことに ほんま？しとく、うん、ありがとう。ちょっと明日何にしようかな。おろしがいい。じゃあちょっとストレート。ほんま、うん、じゃあそうする。はい、ちょっと通称に行きたいです。はい、僕もお願いします。あ、ありがとうございますなんか喋ってる時に、うん、なんか年上の余裕を感じました。へー、初めて言われた。最初気になる人2人挙げてて、うん、で1人話せて、うんうんうん、2人話せたから、うんうんうん、ちょっと今日はもう頑張ってほしい。合格です確かに。あ、そっか。じゃあ2人と喋ってなんかどっちがとかある？でも、うん、どっち話弾んでるって言ったら多分こっちの方が弾んでるから、なんか今結構ちょっともうわけわかんなくなってなんか最初の印象と全然違くて、いい方に変わった。最初どんなんでした？最初はなんか犬でも誘ってくれて、なんか結構感度が上がったかなって。恥ずかしいかなっていう。ね、誘って大丈夫だった？全然全然話したいなと思って。本当よかった。喋、うん、りたいなって思ってて。あ、本当？そう。がほのちゃん誘ってたからさ。あ、ほのちゃんかなと思ったけど、まあでもちょっと喋ろうかなって。みんなと今話したいなって思ってるから、うんうん。なんか大人っぽいよね。いや全然。落ち着いてないなってすごく。落ち着いてるって、なんか落ち着いてる。すごいなんか口下手だからあんまり話さないし。そうなんだ。タイプは？
タイプはそうだね、やっぱもうほんと一番は話してる時にお互い、うん、俺だけじゃなくてお互い素でいられる関係が一番いいなって思ってて、うんまあ、ある程度打ち解けられる人がいいなって、うんうん、そうだよね、うん、今日お風呂入ったらその眉毛は取れちゃうの取れちゃう取れちゃう取らないとちゃんと洗えないからじゃあ下の取ってデキとまた違うんだ。そうちょっとだけ違うかも、うん、ちょっとだけちょっとだけなんで上手なんか前にちょっと変わっちゃうんだよね。すごいよ、あのイメージとちょっと違ったかも話すと。嘘、結構クールなのかなって思ってて、うん、あんまりなんか自分のことを話さないのかなって思ってたから、うん、あ今通所だからかな分からないけど俺そう大人数だとね、うん、苦手、それが苦手だから、うん、通所の時の方が喋るかなって感じ、うん、第一印象はすごい明るい人だなって思って、まあ、印象通りすごい話しやすくて、ほのかさんよりも自分が素でいられたかなっていう、いつも通りの自分に近い状態話したなっていうのはあります。いいなっていうのは今思いますね。で1位はもうトーマくんなわけじゃん。トーマくんだね。2位は2位は2位でもあの京太郎くんと喋って、うん、京太郎くんが2位だったのね、うん、で嵐くんは嵐くんとももちろん2人で喋ったことなかったじゃん、うん、だから3だったんだけど3だったんだけど、だけどね今日初めて喋って一緒に花火して楽しかったから、うん、22位か2なるほど、うん、おぞーす2かな、うん、頑張ります。はい分かった。ちょっともう最高、うん、ホテル近いんだけど、うん、それまで手つなごう、うん、帰るまで帰るまで、うんうん、いいいいよ。ちょっと緊張するわさすがに。いやもう手つないだのとか3年ぶりって感じですね。めっちゃ元気しました。行ったことない。マジ？でもドライブしたいかな。めっちゃめちゃ私はトーマくん、ちょっと話してみたいな。気持ちは決まってはない、うん、トーマくんちょっと話しませんか。はい